ヴィンテージスラッシュメタルバンド、アイスリンヘルです。イエーイ。アリス・イン・ヘルというのは、まあ、うちら3人で、3ピースで、男臭いスラッシュメタルをやっています。なんかそういう、なんだろう、80年代のオールドスクール、ちょっとヘビーメタル、スラッシュメタル好きな人はぜひチェックして CD とか、ライブ来てください。で、今日はそのライブの告知で来てるんです。ロック・オブ・エイジズ・ボリューム4が11月12日、表参道グランドで開催されます。ふぅー、はい、なんか一人若いのがいるけど、一人若いのいますけど、あとは基本的にはおじいちゃんばっかり、年季、まあヴィンテージですよ。うちらヴィンテージスラッシュですが、みんなヴィンテージなロック、かっこいいロックバンド揃ってます。メタルバンド揃ってます。ロックオブエイジスは俺、個人的には1回目 DJ させてもらったんですよ。で、それからね、2はね、2の時はあれですよね、うちらなぜか柏でライブかぶせてしまって、ね、すいません。でも、まあ、ブラスデッドのドラマーのサトゥーさん見に来てくれましたけど、うん、まあそれは置いといて、でボリューム3も見に行って、まあ、ずっとあの女性のバンドが多かったんですが、今回は、まあ、さっきのちょっとフライヤー見てもらえば分かるんですが、全部男性バンド、男臭い男性バンドで、まあ表参道グランドってちょっとおしゃれなイメージですが、まあ何でしょうね、むさ苦しい、男臭い、イベントになると思います。ぜひ11月の12日表参道グランドロックオブエイジスボリューム4、ぜひ来てください。よろしくお願いします。でですね、まだ終わらないんです。まあ、ちょっと告知というか、うちらですね、ファーストアルバム、クリエーションオブザワールド、発売してます。発売中です。ぜひチェックしてください。それから今年に入って、東日本大震災チャリティーのメタルブレスジャパンキープオンファイティングという、アルバムが出ております。ぜひこちらの方もチェックして買ってください。それから、あんまり、買えないやつなんですけども、海外の、コンピレーションアルバムに今回参加させていただきました。そちらの方は、まあライブの物販で売ってますので、そちらの方もよかったらぜひチェックしてください。それとですね、なんでしょう、今回のイベントに、あ、何でも喋ってないですね、ちょっと、なんか今回のイベントあのね、表参道グラウンドっていうのは、はい、よくご存知の、実はね、最近もヘビーメタルの聖地と、あ、なるほど、じゃあもう吉祥寺が危うくなってきたわけですね、はい、もうそういうこと言っちゃって、まあ、前の週からちょっと僕がね、うろついてはいるんですけど、はいはいはい、ぜひ、超かっこいいスラッシュメタルかますんで、本当ですよ、マジで、ぜひよろしくお願いします。はい、あと何か喋ることないですか？特になし。特になし。いやちょっと待ってください、まだありますね。で、うちらこのイベント終わったら、セカンドアルバムのレコーディングに入るんです。なので、このライブが本当に、ファーストアルバム発売、それから、コンピレーションアルバム発売に伴うライブの集大成にします。本当に、何でしょう、もう本当気合い入れてね、いつも以上に気合い入れてぶちかましますんで、ぜひお見逃しなく11月12日表参道グランドロックオブエイジス、もう一回行きましょうか。行きましょうか。全く見えないね、うん、まあ詳しくは、ウェブで、あ、これもウェブだ、まあ、とにかく、本当にぜひ見に来てください。よろしくお願いします。以上、ヴィンテージスラッシュメタルバンドアリス・イン・ヘルでした。イエーイ。Heavy fucking metal! Heavy fucking metal! これは言わない方がよかったな。